えー、今日のテーマ、えー「変われない人の特徴」ということで、えー、何本か出してきてますけれども今日はですね、あのー、読書についてお話をしてみたいと思います。えー、っとまあ友達博士コーチングに関する本というか出されてる本ですよねすべてにあのおいてコーチングの要素が入ってますけれども友達博士が出されてるのはもう千に250冊以上、えー、あります。で ぜひですね気になるタイトルを見てまだ読んでないもので気になるものからでいいので徐々に読んでいただければと思います。あのコンフォートゾーンの作り方っていうのは基本中の基本ですねあの親を超えなさいとかですね、えー、ルータイスのアファメーションとかちょっと今手元に持ってきてないですけどそういう本はどんどん読んでいただきたいし、えー、それ以外でもですね気になるタイトルでめくってみたらコーチングのこういう要素が入ってたなとか えーとゴール設定にしてより深く書かれてるなとかあゲシタルトについて深くこれは分かりやすいなとかそういう形で、あのー、いろんなところでですねそういうエッセンスが、あのー、もちろん入ってるのでどんどん学んで読んでいくとですねあの自分自身の中に理論とその実践の方向性が見えてきますもちろん理論を学んでしっかりと実践していくでこの理論をしっかりと学ぶという意味ではあのー、講座があるわけですよね。 えと先日、まあ、ちょうどたまたまですけどもうんとまあ「とまぐちアカデミー」っていうのがあって自分自身ももう今年で7年,7年目とかっていう話があったんですけどそんな長くやってるのかでもついこの間始まったばっかりだよねと自分とまでは思うんですけども今あのマスターコーチとしてですね基礎講座も前半担当させていただいて後半「とまぐち博士が最新のコーチングの話も 聞ける場になってます貴重な、えー、場になってますけども、まあ、コーチングの大学ということで半年間の,あの、まあ、区切り半年区切りで6回のセットであの、えー、参加できる講座ですけども基本的には認定コーチは一番最初にそこに入っていただきあ認定コーチとそのコースの中に入ってるわけですね。 であの卒業してもできるだけそこに継続的に参加してねっていうことで博士からのメッセージ頂い,いている場合ですで。我々はマスター講師として前半の基礎講座をしっかりとお伝えしていくという場でもあるんですけれども。 うんまあ,あの理論をしっかりと学んで実際そこで実践方法とかですね実際実践する場というのはまた別にあるわけですけれども自分で実際ワークをしてみるとか、ね、本に書かれているワークをしてみるこれももちろんコーチングの理論を学ぶだけではなく実践するということにもなるのでそうするとですね実際体感に落ちてくるんですねで体感に落ちてきてなるほどこういうことを言ってたのかああいうことを言ってたのか理論のこの奥にある、えー、本質はこういうことだったのかっていうことはもちろんわかります でこれっていうのは前提としてきちんと自分の中にその知識とかですねその情報が頭の中に入ってるからですね、えー、っとこれは、まあ、友達博士がいろんな本で書かれてるしいろんなところの講演会でもあの言及されてるあの何度も繰り返しおっしゃれてるとこですけれども、えー、っと知識がないとあの認識できないですね我々知識があるからこそあの認識できる。だから頭の中に 脳の中に情報をしっかりとどん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 流し込んで知識をどんどん増やしていくってことはこれはもう不可欠な話なんでとにかくあの読書が足んないなと思ったらどん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 本を読むといいと思います。特にあの友部茶博士の本は抽象度の高い理論と具体的な話とこの抽象度の上げ下げがすごいんですね。でですの 我々の脳がなんかこうぐる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 こうあの回される感じとかもまれる感じを自分が受けるんですけれども何を言ってるかっていうと本を一回読んだだけじゃ全部分かんないですねわかんないというかまあ,あの読んだ気にはなるんだけれども2回3回4回と繰り返し読んでも別な情報が入ってくる自分の別な体感とか別な気づきが得られるというねあのそういった意味では抽象の,の高い本というふうに言えると思うんですね。 えっともちろん科学者であるのできちんとその、うん、そういう抽象度の上げ下げがうまく設計されているということだと思います。えー、ということでかなりあの5年10年経ってもですね全然古く感じないもちろん事例の話とかですね何がありましたとかって話はあのもう何年か経てばその過去の度合いがどんどん離れていったりとかそういうことはありますけれども実際そこにあの関するその 理論の説明とかは全然普遍的な部分と非常に感じるところでもあるのでそれは皆さん読んでみてわかると思うんですね。えー、と5年10年前のちょっと本を紐解いてみようって言っても全然あの古さを感じない、えー、これはやっぱり理論の抽象度高いからだと思うしまさに科学的なアプローチだからだと思うんですけれども。 えとまさにその本を通して抽象度が上がったり下がったりするこの脳の感覚をぜひ体感していただきながらトマ、えーチョカスの本はとにかく250冊以上、えー、好きな本から次から次へと読むでさらに言うと繰り返し読むで1回2回3回ぐらいでは全部理解、えー、脳に届いてないだろうということで自分の下下跡をしっかりと広げていくためにも繰り返し繰り返し読みながら楽しみながらですよ前提としては。 読まねばならぬと言って読んでも全然入らないんで楽しみながら読むでそうするとです本当に楽しみながら新しい気づきを得ながらあの自分自身の体感に落としていくことができるなるほどこういうことだったのかってことに気づいてですねまたあの次の、えー、と自分自身がコンフォートゾーン次のコンフォートゾーンに移行するきっかけを得られたりとかですねなるほどずっと考えてたあの越えられないと思った壁これやったら越えられるのかなっていきなりスコート間が外れるみたいなことも えと繰り返し読んでる本の,その読んでる途中で起きたりするんですよ不思議な経験をいっぱい自分自身も知ってます。で自分自身だけじゃなくて周りの人もそういうことをみんな言ってるんで同じことが言えると思うんですね。ということで、えー、と読書をとにかくしっかりとする、えー、圧倒的な情報量が必要なのです、ね、抽象度を高めましょうという時は情報量がないと抽象度を高めることができないので。 えー、とにかく圧倒的な情報量を自分の中に流し込むということを意識しつつ、えーまあ、ゴールに向かうために必要な情報をどんどん自分の脳に届けていくということだと思います読書というのはうまくあの、まあ、1,500円とかあの2,000円弱で買える書籍ですけれどもそれだけのとんでもないパワーを受け取れる、えー、こういう書籍本というところの,その位置づけをですねもう一回確認して えとちょっと足んないなと、足なない読書量足んないなという方はどんどん増やしていくといいと思います。それは,それはあのご自身のペースであとはあのそうですね読み方はいろいろあるんですけれどもとにかく興味のあるものをどんどんかじっていく。でえっと ある領域を徹底的にその深掘りしたいねプロになりたいプロ,プロになりたいというか、まあ、プロのレベルまで深掘りしたい、えー、それについてのその領域について説明人に説明できるぐらいまでなりたいというのであればあのやり方はいろいろありますね、えー、っとその領域に関する本を20冊から30冊からいまとめ買いをして一気に読むみたいな、ね、あのそうすると頭の中にその領域のゲシュタルとか作られて、まあ、人に説明できるぐらいのレベルにはなるというねこれまあコンサルティング のあのまあ、なんて言うんでしょうねあの仕事の中でこれやらざるを得ないんでほぼ毎日のように何十冊っていうあの本を読むだけじゃダメなんですよ。読んでちゃんとレポートに落として説明できるところまでやるというのをあの我々は日頃あの訓練してきたというか結果としてそれがないと仕事にならないんで仕事としてやってきて、えー、新しいまあ新しい領域って全てが新しい領域ですけどもね。あのクライアントに えー、クライアントの企業からの社長さんから言われた課題っていうのは同じ課題があるんだったらネットで調べてその答えを見つけたら終わりになっちゃうんで、えー、未来に向けて今の状況でこの会社にとってどのようにその問題を解決していけばいいのか、えー、本当の問題の,その根源にある問題は何なのかみたいなことを発見していかなきゃいけないんで、えー、まずはその業界の業界の全体の,その状況で今動向 で外部環境今どうなってるのかこれからどういう方向性にいくのかっていうのを未来を予測していかなきゃいけないわけですからやっぱり圧倒的な情報量が必要なわけですね本だけではもちろん足りないまずは本を読んで徹底的に知識ベースを増やすけれどもあとは現場に行ってさまざまな関係者にヒアリングしながらあのその方向性を見極めていくっていうことを、まあ、我々はやってきてるわけですけれどもまずは自分が気になる領域について えー、何冊も何冊もあの興味のあるところですねモントゥで、えー、たっぷり読んでいくことをお勧めしますそうやって自分自身のゲシュタルトをしっかりと広げていくで、情報量が増えれば抽象度がどんどん上がってきますのでその感覚を楽しみながらあのどんどん読,読書を進めていけばいいんじゃないかなと思います、えー、まずはあの本から得られる知識をとにかく増やしていくこと あとはそれだけでは当然あのまだまだ、えー、体感に落ちてこない部分もあるのでまだまだいろんなことをやっていくという話はまた別にしていきたいと思うんですけれどもまずは前提としてはですね、圧倒的な情報量が抽象度を上げるために必要なんですよと抽象度を上げることによってさまざまなその現状外側のゴールを達成していく方法とかですね、スコート間が外れやすい状況を作っていくということを理解してですね、えー、楽しみながら特集に向かっていけばいいんじゃないかなと思います。えー、と今日は以上です。 ワクワク様でした。